モンスターバッシュは、香川県で開催されている中、四国最大規模の野外音楽イベントである、通称、モンバス。国営佐ヌキ万能公演で2日間にわたり、行われている。モンスターバッシュは、四国初の本格野外、ロックフェスとして2000年にスタートした。初年度の観客動員数は、約5000人。2002年より会場を移した国営佐ヌキ万能公演では、 2003年から現在まで空海、龍神というメインにステージ制をとっており、モンバスが全国的に認知されるようになったのもこの形態を採用してからである。他、フェスと一線を隠す、この二ステージ制では、一つの会場で両方のステージを堪能することが可能。つまり、モンバスに参加すれば、必然的に空海、龍神ステージの出演者をすべて見ることができる。 また、メイン会場となる芝生広場は緩やかなすり鉢状になっていて、屋外にいながらまるでスタジアムのような雰囲気が感じられる。2012年にはメイン会場の芝生広場から少し離れた静かな場所にステージ茶道が設けられ、アコースティック中心のゆったりした音楽も楽しめるステージが登場した。また、メインステージにある スタンディングゾーンの後方の傾斜には持参したシートやパラソルを設置することが可能なシートゾーンとパラソルゾーンが存在し座ったままでもフェスを十分に楽しめる配慮がなされている2013年10月26日には NHK 総合で四国八、熱狂モンスターバッシュ2013から4万人が飛んだ2日間と題した番組が 全国放送されたが、もともとは四国4県ローカルで9月6日に放送されたものが多くの反響を受けて全国放送となったものである。2014年に開催15周年を迎え、会場は新たにモンスターサーカスを加えた4会場となった。来場者数は約5万人と見込まれ、開始からの累計入場者は50万人を超えた。10月12日には NHK、 BS プレミアムで熱狂ライブ。モンスターバッシュ2014と題する特集番組が放送され、12月26日には同番組が NHK 総合で四国4県に再放送された。2015年も前年同様4会場での開催となり、約5万人が入場した。九月十七日には、これも前年同様 NHKBS プレミアムで熱狂ライブ。 モンスターバッシュ2015と題する特集番組が放送され、12月25日には同番組が NHK 総合で四国4県に再放送された。2016年も前年同様4会場での開催となり、約5万人が入場した。9月24日には熱狂ライブ、モンスターバッシュ2016と題する特集番組が NHK 総合で香川県内で放送されたまた、 10月31日には熱狂ライブ、モンスターバッシュ2016と題する特集番組が NHK 総合で四国内で再放送された2017年は新たにモンスターサーカスを加えた5会場での開催となり過去最多となる71組のアーティストが出演し来場者数は約5万人の見込み。また9月23日には NHKBS プレミアムで 熱狂ライブ、モンスターバッシュ2017と題する特集番組が放送された。2019年は20周年記念として、芝生エリアのステージ名称が第2回開催時に使用した名称を使用し、空海がレッドバッシュ、竜人がホワイトバッシュとし、同規模の2ステージとなり5会場で開催。60組のアーティストが出演し8月24日、25日に、 開催され来場者数は約5万人の見込み。モンスターバッシュ2015ステージ邪道、モンスターバッシュ2015ステージモンスターサーカス、モンスターバッシュに先駆けて4国内のライブハウスで実施された同日日程で西日本で開催されるフェス、移動距離が短いためモンバスと掛け持ち出演するアーティストも多い。ありがとうございます。